沢村和樹、1967年、昭和42年7月10日帯は、日本の俳優、司会者、元モデル。身長184センチメートル。鹿児島県出身。県を所属。幼少期は、決して裕福ではなく、4人家族が6畳と4畳半の2軒、浴室なしの古いアパートに住んでいた。内向的な性格で、一人遊びを好んでいた。 沢村が12歳の時に父親が蒸発死後に離婚、父親が作ったという多額の借金を返済するために、母が昼は化粧品販売、夜はスナックの仕事を掛け持ちし、沢村と4歳年下の妹を育て上げた。小学校の時に母親に芸能界に進むように言われ、この頃から芸能界を志す。高校時代はバレーボール部に所属し、 卒業後は地元でアルバイト生活をしていた。父親は沢村が19歳の時に死去した。20歳で19万円を手に、鹿児島から飛行機で上京し、俳優を目指しながらファッションモデルとして活躍。アルバイト先のライブハウスの客の紹介で、モデル事務所に入り、スタイルの良さを生かし、25歳で雑誌、メンズクラブの専属モデルとなる。 野村構造としては、一人で年間を通して、表紙モデルを担当し、注目を集め始める。その後、1996年に日本テレビ系、シンドラ、松田のドラマで、俳優デビュー、同年、同局の俗、続星の金貨にも出演。しかし、沢村は、俳優となったことで、モデル時代に比べて収入は5分の1に減少した、ことを語っている。 2000年9月から TBS 系の2時間サスペンス、浅見光彦シリーズで、辰見拓郎から主人公の浅見光彦役を引き継ぎ、2012年放送のシリーズ第31作までの18作品で、光彦を演じた。同シリーズは2009年10月期に水曜劇場で連続ドラマ化され、この作品が沢村にとって初めての連続ドラマ単独主演作となった。また、 沢村は、光彦役を演じる前に、第11作目で、犯人役を演じている。2000年、32歳で5歳年下の元モデルの女性と結婚。妻との間に3人の男児がいる。40歳を目の前に、俳優として2枚目役ばかりがオファーされる状況に、危機感を感じ、バラエティで下ネタを初披露するが、この奇策が予想以上の反響を呼び、2006年、 NHK のコント番組サラリーマンネオでセックスイー部長に扮し視聴者の心をつかんだ同番組終了後もバラエティ番組などで下ネタトークをする姿などからエロ男爵の異名を取り記者会見などで自称もしている2021年8月8日新型コロナウイルスに感染したことを発表保健所の指示に従って療養を続けていた 体調も回復し、8月21日から活動再開。初めて夢中になった映画は、グレートマジンガー対、ゲッターロボと、長靴を履いた猫、俳優は、ブルースリー。特にブルースリーについては、初めて見た時に体に電流が走った。と語っている。2018年7月クール放送の、絶対レ度ド未然犯罪潜入捜査にて、50歳で、 フジテレビが月9初主演。月9枠では田村正和以来二人目の50代での主演となった。在京民放キー5曲ゴールデンタイム放送の連続ドラマの主演をすべて制覇の記録を達成した。ありがとうございます。